はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。エルデンリング、振り返り編第2回ですね。今回は、まあ、有能なタリスマンラダゴンの、タダレ刻印ですね。これをゲットするための方法を紹介していきたいと思います。現在の地点は腐敗を望む霞台ですね。ここから、こっちの方行ってこの地図回収して、でここら辺に、ファロストリデという場所があるので、そちらへ向かいたいと思います。基本的には、まあ、道なりにこうやって沿っていけば、まあ、着くと思いますので、では行ってみましょう。で、地図確認してこのままこっちですね、こっち側を直進。で、ここジャンプしないと落ちると思うんで、でグレイオールの竜塚に来て、そのままちょっと進むと祝福がありますので、ここは触れておきましょう。ここはまず重要な拠点になるんで。で、ワンちゃん追いかけてきてるかな。あ、追いかけてきてんな。ちょっと一回座ろう。さあ、ここからさらにまた道沿いに進んでいきます。で、この左側とかね、猛食の胆石8があるところではあるんですけれども、ちょっと今回はスルーして、ここの竜塚の地図拾って、まあ、ドラゴンとかがいるんでそれは無視しつつ、そのまま進みます。そぎに行っておきます。で、道に出たら、まあ、またずっと直進ですね。ここにドラゴンが寝てるんで割と目印にはなる。で、砦が見えたんで砦を目指していくと祝福があるので、ここに触れます。あれ、なんかステータスが下がってんな。まあ、よくわかんないけどいいや。で、ここの中ですね、ファロストリデというところになってますので、まあ、この中をっていうか、この中に入ってアイテムを回収していきます。やっぱ道順はね、ちょっと覚えておかなきゃいけないんで、入ります。ちょっと左に行きます。はしご登ります。で、毒の蓄積値が上がるんですけど、まあそれはしょうがないよね。毒になるときはなっちゃうんで、まあ急げば、まあ大体毒にはならないですけど。で、はしご登りきります。で、前方に宝あります、あさります。で、デクタスの割り符、これは必ず回収しておきましょう。で、ちょっと右側に降りれるところがあるんで、降りたら正面のちょいと右のはしご、これを降りて、で、こっちのくるっと後ろに戻ってジャンプ。クラッチったよ。で、割とここら辺ね、素早く行かないと。で、降ります。で、この壁のところにラダゴンのただれ刻印があります。なんで、ちょっと慣れないとね、なんか どっちだってなっちゃうんで、まあ、何回か死んでやり直して道は覚えてください。で、ラダゴンのただれ刻印さえ取っちゃえば、ここデスルーラして OK なんで。さあ、ではラダゴンのただれ刻印ですね、タリスマンとして装備ができて、これがめちゃくちゃ優秀なんですね。能力値が大きく高まるが、火ダメも大きくなるということなんですけれども、上がるのは青くなっている生命力と持久力と筋力と技量ですね。これが5ずつ上がります。まあ、22が27で、持久10が15、筋力9が14で、技量13が18ということになりますので、レベル的には5、10、15、20レベル分のレベルアップということになります。で、火ダメが大きくなるって書いてあるんですけど、まあ
例えば2倍食らうかって言われたらそこまで食らわないんで、まあ、全然大丈夫です。あのプラスの方が多いんで。ということで、ファロストリデ、ここにはあのラダゴンのただれ刻印だけじゃなくね、レクタスの割り符もあるんで、まあ、ぜひとも言っておきたいところではあります。であとせっかくここまで来たんで、ちょっとだけ寄り道、まあ、これはそんなにすぐ行かなくてもいいっちゃいいんですけど、せっかくファロストリデの方まで来たので、この崖沿いのところにですね、あの上昇気流があるんで、まずはこれに降ります。で前方に教会があるんで、なんかめっちゃ叫び声が聞こえるけど、あの教会を目指していくと、聖杯瓶だっけな、なんかあれがあるんで、とりあえず回収しておこうっていう感じですね。腐れ病の教会、聖杯の雫か。でミリセントがいますと、まあミリセントはちょっと今はいいや。で祝福もあるんで、まあここから全然ワープして帰れるんで、じゃあちょっともう一回竜塚の西のところへファストトラベルして、で次はどうしようかなっていうところなんですけど、あともう一つこの道順までこう来て、ここら辺だったかな、ここら辺に夜の騎兵っていうのがいて、でそいつがかなりのルーンを持ってるんで、ちょっとそこへ行きたいと思います。まあ、簡単に倒せる方法ですね、紹介します。で道順的にはこうですね、こう来て、さっきこっちに来たんですけど、今度は上を行って、ここの木を通過してこっちへ行く、まあ、だから目的地は大体わかんないけど、ここら辺目指していきましょう。でさっきはここ右側の方に行ったんですけど、今度は左側の方に行きます。でこの祝福から見ると左と右があるんですけども、右側の方のこっちを登っていく感じですね。小黄金樹で前方にただれた樹霊がいるんですけど、もちろんシカトで、間違えた、腐敗した化身だった。でここは右側のこっちですね。で棺の密集地帯には、まあ、ルーンが結構いっぱい起こってるんで、まあ、取っておくとお得です。8とかねあるから。あとはここにもあるか。でルーン1で、ここにまた上昇気流があるんで、こっから下に降ります。で降りた先に祝福があるんで触れます。でこの先が橋になるんですけど、夜になるとあの橋に夜の騎兵が現れるんで、時間を潰して夜にしましょう。でもちろんケイリット地方の夜の騎兵なんてめちゃくちゃ強いんですけれども、まあ、一言で言うと落として倒す。でまずは目標地点としては、ここ、この橋の、ここ乗れるんですよ。で、ここで、引っかかって、こう、ローリングしながら敵の攻撃をかわして、落とすっていう方法になります。おびき寄せるのがまず必要になりますね。で、ちょっとおびき寄せがね、なかなか、難しいんですよ。だいぶ遠くに行ってるし。弓とかあればね、チクって言って一発殴って夜の騎兵、ちょっとどうなってる後ろがわからん。ここからピョンピョンってジャンプしてもいいかと思います。
あれ来ない、ちょっと急ぎすぎたか、釣ろう。うわ怖い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 、痛い。840とか俺に直撃したら確実に死んでたな。どうだ、こっちなかなか来ないんだよね、こっちに。あ、帰ってっちゃった。そう、釣るのがちょっとコツがいるっていう感じかな。あ、来た来た来た、いったー。ちょっと待って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 、で、あのローリングしてないとこれ攻撃食らうんで。あれ、どこ行った、何、どっか行ってしまったか。戻ったか。お、いい感じ。いやー、いなくなってしまった。死んだ。どうだこれは、いけ、いけ、痛い。回復回復、いったか、死んだ。ちょっと待って、これどうなる、多分落ちたよね。42000、猟犬のステップ。ちょっとなんか絵的には良くないけど、回収しないとだ、あるよねルーン。なんかすげえ絵面としては全く最悪なんだけど、ちょっと待って、死ねないぞこれ。で、42000ルーンをゲットしつつ、さっきの猟犬ステップですねを手に入れることができますというところになります。まあこれもだいぶ最初のレベル上げには重宝するんで、一応ちょっと見よう。イベントリから全く猟犬のステップゲットすることができましたという感じになります。ここはだから結構ね苦戦する、まあ、死んだりあいつがうまく来なかったりっていうところなんで、まあ、ちょっと、まあ、祝福が近いんでね、まあ、死んでも全然大丈夫なんで、まあ、練習してやってみてください。42000ルーンはやっぱり美味しいんで、なかなかいい稼ぎ場だと思います。まあ、もちろん1回しかできないんですけど、まあ、ぜひ活用してみてください。というわけで今回は、ラダゴンのタダレコクインと、夜の騎兵を倒して、まあ、猟犬ステップを手に入れつつ、ルーン42000ですねをゲットする方法を紹介しました。というわけで今回はこれで終了します。お疲れ様でした。レベル上げを。